今回もフジテレビに佐久間みなみちゃんと渡辺渚ちゃんって、何年前かな、3年前かな、フジテレビのアナウンサーになったんですよ。その子たちも学生でうちにいてトレーニングしながら経験して、でフジテレビに入って、まあ、だからそれはまあ我々としてはまあある意味でこう無料奉仕みたいなもんですけれども、ただ働きじゃないですか。まあ、そういうことですね。まあでもそういうこともありーので。だってその250人集めてテレビ局の偉い人呼んでっていうのをやって、採用した人がテレビ局受かりましたってお疲れさんって全然意味ないじゃないですか。バカですよね。だけどまあでもそういうふうな活動もまあ我々はやってるんですね。やっぱり損得抜きで、まあ、損得っていうか損ですよね。だって会社員になったらそうですね。だけどまあ、まおちゃんの場合は、結局最後は落ちてしまったんで、まあ、今もお子さん2人産んで、で今また、マオビックスとか、いろんなことをやってて、彼女はすごいチャレンジ精神があるんで、また、再始動してますから、いい形になってますけど、なんか、あまりこう、ギスギスした関係じゃない形で、関係性できてますね。いやなんかすごい悪い人だとすると、その受けさせておいてわざと落として自分にかと思ったら、渡辺渚さんとか受かっちゃってるじゃないですか。受かっちゃってるんですよ。だから普通に受かるようにして受けさせてると思って、受かったら本当にだってゼロじゃないですか。そうそうそう。それもなんかもう おじちゃん頑張っておめでとうで終わりなんですか。そうですね。だけどまあ、いつかフリーになるときは考えてねっていう感じですね。まあまあでもほらなんかそのまま結婚しますとか、そうですね、別にそんな仕事しないですとか海外行っちゃいますみたいなパターンもあるじゃないですか。ありますあります。まあそれはそれで仕方がないかってな感じですけどね。その局受けたいっていう人をそもそも取らないっていう方が安全じゃないんですか。まあそうですね。ただそれから吉川美代子さんとか、吉崎天子ちゃんとか寺田理恵子さんとか、元 NHK の内藤優子さんとか、非常にキャリアのある先輩アナウンサーがいて、でその人たちの直接教えを受けられるように、うん、そういうスクールもやってるんですよね。あ、はいはいはい。だからまあそんな中からまあ皆さん局アナ目指すんですけど、まあうまくいかないケースもあるんで、そういう時にはまたいろんなヘルプをしたりとかして、まあそういうビジネススキームだから、必ずしもいいビジネススキームではないかもしれませんけど、まあ人を育てるというような形のことも同時にやりながら並行してるって会社ですね。いやなんかうまくいけばいくほど損が増えるっていう謎なビジネス構造っていう超優秀な人を輩出すると売り上げを全く上げないままいなくなってしまうそういうことですね。チャンネル登録よろしくお願いします。